right, we're gonna try one more time with the student on the rooftop with the teacher. One more time. I'm not sure if I actually have the right thing for it, but we'll find out. We'll see. It's a bit glitchy. Okay, I remember correctly. Because it has been a while. Move to save point. There we go. Let me see if casualty link. So we don't even have the thing we need. Okay. And she's not the student either. Well, we're just gonna go ahead and continue with the story now. Thank you.
我が半身よ。You're bubbly today. 私血圧が高いから朝はすごく得意なのよね。早起きしすぎて学校が待ち遠しいくらい。本当に元気だな。キーポイント1ポイント進展。やったー。部長、お前も見習いよ。でも本当に大丈夫？怪我とか痛いとことかない？心配性だな。むしろ戦闘中はササラの方が矢面なんだし、自分の心配した方がいいだろう。ううん、私は大丈夫なのよ。だって、そこの君、止まりなさい。待ちなさい。君だ、宮迫キリコ。風紀委員の鶴巻先輩だっけ。前も言ったでしょ、これは地毛だってば。そんなわけないでしょ。多少の茶髪ならまだしも。ほら、私に絡んでる間に他の生徒見れなくなるよ。あの人のスカートの丈はいいわけ？あの人の髪の色はセーフ？ま、えい、今は君の話をしているんです。わけわかんない。髪の色が明るいからって何なの？私が先輩に迷惑かけてる？過度な先発は校則でも禁止されています。最低限のルールを守れなければ誰も君を守れなくなりますよ。余計なお世話だって。大体そんな校則見たことも聞いたこともないし。生徒手帳の25ページからです。見なさい、16条の2項です。先輩の古い手帳だけでしょ、そんなの載ってんの。私のにはないよ。そんなすぐバレる嘘をつくんじゃありません。嘘じゃないし、ほら見てよ。そんなバカなことが。なんだこの手帳、楽帳ですか？いや、勝手に破って捨てたとか。そんなめんどくさいことするわけないでしょ。だいたいこんなに服装自由な学校で何言ってんの。学生には黒髪であってほしいみたいな、そういう押し付け大嫌いなんだよね。分かったらもう話しかけてこないでね。ちょっと宮迫君、君、生徒手帳の写真、黒髪じゃないですか。お先です。待ちなさい。あー、もう最近ただでさえ嫌な夢見てイライラしてんの。しつこく絡まないでよ。それはこちらも同じです。とにかく不良品の生徒手帳の交換だけでも。聞いたか、あのパツキンの姉ちゃん。嫌な夢って。私話しかけてくる。何見てんのあんたたち。偽物じゃないんだけど。初対面の相手にジロジロ見られると気分悪いんですけど。あのね、ちょっと詳しくお話を聞きたいんだけど。夢を見たのね。その夢のお話を聞かせてほしいの。何、宗教の勧誘？君たち邪魔をしないでください。こっちの話がまだ。鶴巻さん、どうかなさいました？生徒会長、すみません、彼女が校則を乱しているにもかかわらずこちらの指導を聞かずに。なんとかしてよ、マリエ先輩、この人がしつこくて。まあまあ、もう授業が始まりますし、二人とも今日のところは終わりにしましょう。しかし宮迫さんの素行に問題がないことは私が保証しますね。そういうこと。会長が
そういうのであれば。ほら、授業始まりますよ。行きましょう。あなたたちも遅刻しちゃダメですよ。宮迫キリコちゃんに鶴巻翔太ちゃん、あの二人。うむ、いいか二人とも、昼休み作戦会議だ。おお。あの金髪の子、宮迫キリコって言ったか。俺の目はごまかせねえぞ。顔面レベルめちゃくちゃ高え。よし、作戦開始だ。行くぞ部長。銀、行くぞっつったって具体的にどうする。昨日笹原さんが言ってたみたいに片っ端から声かけんの。はあ、君はいつまで過去にとらわれているのかね。昨日のキーと今日のキーでは違うのだよ。偉そう。何が違うのか言ってみ。よくぞ聞いてくれた。実は昨日の学士を倒したおかげで封印されし、キーの一部機能が解放されたのだ。新たな力に目覚めし、我の前に物どもひれ伏すがよいわ。わっはっは。マジか、熱いじゃん。敵倒して機能解放なんて、ちょっと楽しみになってきたぞ。で、何ができるようになったんだ。めっ、じゃあ耳が良くなった。耳が良くなった。うんうん、めっ、じゃあ耳が良くなったの。That's useless. 待て、説明するから待て。何の役に立つのそれ。説明しよう。めっちゃ良くなったキーの耳は特定のワードを検知することができるのだ。うん、まあ範囲はこの校舎くらいかな。例えば銀ってワードに耳を澄ませば、この学校中で話されている銀の悪口が聞こえてくるわけだ。なんで悪口限定なんだよ。つまり夢というワードに耳を澄ませば、ぐーんと帰宅部候補を見つけやすくなるってわけ。名付けて、名付けて、地獄耳、いや耳出し、いや聞き耳、あ、名付けて聞き耳。うん、じゃあ早速その聞き耳とやらをやってくれ。キー、お前のこと嫌い。よし、早速集中する。うっさいから黙ってろ、銀。はいはい。うん、うんうん、いるぞ。夢の話をしている奴ら、すぐに向かうぞ部長。銀、I'm assuming it's the green ones then. Oh, 今日は遅刻しなかったんですね。That was a close call. もしかしてまた嫌な夢を。だけど体の調子が悪い時は休んでくださいね。無理は禁物ですよ。お、チャイム。それじゃあまた。明るくて気のつく娘だな。それでいて選ぶるところが全くない。なるほど、あれが生徒会長の風格というものか。
その財布めっちゃ年季入ってない？私物持ちいいからね。ほらほら超夢かわでしょ。うう流行ったね、夢かわいいって。そうそう、古いのは分かってんだけど、昔好きなジャンルだったからさ、なんとなく手放せなくてね。こっちも外れだな。夢かわいいな、流行ったな。Do you know a lot about it? まあ、同世代の姉がいるから多少はね。知ってるぞ、夢川。母の仲間に夢川の伝道師がいると聞かされたものだ。スイートピーだっけ。そっか、あれもオスティナートの学士だったのか。なあ、お前将来の夢とかある？なんだよ突然。そうだな、やっぱ公務員安定だよな。だよな、公務員じゃなくても九時五時のホワイト企業がいいよな。マジそれだからさ、俺大学だけはいいとこ入りてんだよ。学歴のせいでろくな会社選べないなんて最悪だもん。ハズレだな。あの人学歴のせいで辛い思いしたんだろうな。だからいい大学入ればよかったって後悔をやり直してる最中なのかな。わからんな。いい大学入った方がいい思いできるなんてやり直す前からわかるだろう。そう、うまくできてないんだよ人間ってのはさ。おバカだな。I mean, wouldn't it have been better to have narrowed it down to nightmares instead of just dreams?すごいじゃん。いくらしたの？今月分のバイト代全部ぐらいかな。マジか、気合入ってんね。いいのいいの、推しにいっぱい積みたいからバイトしてんだし。そういう生き方しようって決めてるわけよ。後悔しないように。ふん、お金は自分のために使った方がいいと思うけどな。言ってやんなって、本人が楽しいならいいんだよ。だってあいつよりムー君とやらの方が絶対金持ってるぞ。あー、やめろやめろ、もう行くぞ。I'm waiting for them to finish talking so I can continue forward. 進路相談の紙、もう出した？将来、何がやりたいとか夢だとか、そんなこと言われてもな。とりあえず、学校生活が楽しきゃいいっつの。わかる。ずっと学生やっててよ。はあ、大人になりたくねえな。僕はずっと大人になりたいと思ってたけどな。急いでもあがいても時間の流れは一緒だろ。無理なものは無理だ。時が来れば成人になる。そういうこっちゃねっつーの。
I think for me, I just wanted to grow up to the point where I could legally do things myself. And then after that, I didn't want to age no more. Yeah. この前のリグレットライブどうだった？パンドラプロデュースだったんだろ？超レアじゃん。んなもん、最高としか言いようがねえって。でもな、はあ、あ、どうしたよ。いや、パンドラ様はあえてクソ狭い箱でしかやんないんだけどさ、もし気が変わってでかい会場でライブやりだしたら一気に人気爆発すると思うんだよ。そうして有名になっていったら俺なんか手の届かないとこに行っちまうんだろうなってさ。まあ気持ちはわからんでもないな。っていうか今の話のどこに夢があったんだ？妄想ってことか？あー、夢、夢、夢。お前のそのセンサあんま当てになんねえのな。キーをバカにするな。コバトさんだ。あ？なんだ、ノトギンじゃん。はっ！おい、ノトギンのくせにいい女連れてんじゃねえよ。はあ、しんどさ増したわ。コバトさん、なんか調子悪そうっすね。大丈夫っすか？ああ、朝から体調悪くてクソだりーからよ。保健室で寝る。じゃあな。なんだあいつは、チャラいな。3年の風祭り小鳩さん、たまに遊んでくれるいい先輩だよ。超がつく女好きだから校内の評判はすこぶる悪いけど、僕はそんなに嫌いじゃないんだよな。ふん、女好きで何が悪いんだろうな。好きなものを好きっていうのは当然のことだ。うん、キーにしては珍しく、その考えは結構好きだな。Back down. I guess it's the game itself, but it's a bit glitchy. I didn't realize it till much later while I was reviewing one of the videos, and then I was like, is that my thing? Am I having trouble? But no, it's the game itself. Well, maybe glitchy isn't the word, more like sticking. Zuibun, sinkok na kao steir na. Ah, kimi desu ka? Tanomitai koto ga aru no desu ga. I'll pass.You're too much annoying for me. お願いします。The whole thing we heard is just. どっちの飲み物がいいと思います。決めてくれませんか。Ooh, they both sound interesting. Let's go with Poppin' Melon Mystery. そちらを選びましたか。キャッチコピーは
謎の粒が新しい世界へあなたを誘う。いいでしょう。We'll try both. 君を信じてそちらにします。助かりました。ありがとうございます。ねえお兄ちゃん、どのジュース買うか決まった？僕待ちくたびれちゃった。買ったら早くどいてよ。あ、すみません。では。もう変なお兄ちゃん、ジュースなんてどっち買ったっていいじゃん。はあ、悩みってそれだけか。Be particular about your hair.知り合い。僕2年ののと、よろしくな。駒村ニコです。よろしくお願いします。ニコちゃん、なんか調子悪そうだけど、どうかしたの？ああ、いえ、ちょっとテストでまずい点取っちゃったってだけで、文化祭に備えて切り替えていかないとです。では、失礼します。文化祭か、そういえばもうすぐだな。なあ銀、あ、なんだよ。お前、初対面の女を下の名前で呼ぶのすごくね？さっきの丸メガネよりお前の方がチャラくね？ She's right. いや、僕、年の離れた姉がいてさ、女性の扱いは自然にできるっつうかさ。時間切れだな。昼休みに笹原さんと合流して続きやろうぜ。そんなわけでしばらく校内を歩いてみたんだけどさ、夢を見たとかって話をしてるやつが一人もいなかった。聞き耳で探した夢の話も全て違う意味だったな。私もクラスでそれとなく聞いてみたんだけど、誰も夢を見たって人はいなかったな。作戦通り、最近嫌な夢見ませんでしたかって、すごく不思議そうな顔をされたわ。そりゃ急にそんな聞かれ方しちゃ、不思議な顔。 What is it?予想通りだ。これ見てくれ。辞書かしら。夢、将来の夢、目標だけ。そういうこと。この世界じゃ夢っていう言葉に夜寝ている間に見るもの。I mean, the blonde student mentioned having a nightmare. なるほどな。この世界にとっての都合のいい改ざんの一つか。その割に夢にまで見たなんて言葉を使われてた。単純に臭いものに蓋してるだけだな。つまり今朝嫌な夢を見たって話してた二人は確実に私たちのお友達候補ってことよね。そうなるね。悪い夢なんて文脈で夢って言葉を使ってる時点で確定。僕たちと同じで現実に気づき始めてる証拠だ。あの小獣とみたいな風紀委員とヤンキー姉ちゃんな。鶴巻翔太ちゃんと宮迫キリコちゃんね。すごいっすね。笹原さんよく覚えてるな。忘れっぽいからすぐメモするようにしてるの。私がどうかした？
なんかこんなとこでひそひそ噂されてるのとか嫌なんですけど、どうせ悪口なら面と向かって。え、嘘、何そいつ。何って。いやいや、あんたの横にふわふわ浮いてる変な生き物、いや妖怪。キー、なんて失礼なやつだ。取って食ったのか。やるっての。妖怪だからってなめんなよ。キーのことが見えてる。じゃあこの子やっぱり。というわけで、ここは現実じゃなくて嘘なの。だから私たち帰りたくて、帰らなきゃいけなくて。なんで僕たちは帰宅部って呼んでる。ああ、こいつが部長ね。いや、いきなりそんなこと言われても信じられないわけないでしょう。だから Amore doesn't easily agree。でも残念ながら本当なんだよな。キリコちゃんにもキーが見えてるのが証拠ね。うむ、そして我々は部員募集中なのだ。確かに。キーだっけ。あんたが浮いてるの見たら信じざるを得ないんだけど。いや、でもリグレットだっているし。リグレットはなんで普通にいるんだっけ。バーチャドールがそこら辺にいるの普通なんだっけ。キリコちゃん、この世界ではいろいろ感覚が歪められてて、ゆっくり考えれば大丈夫だから。とにかくあんたたちの言うこと全部信じられるわけじゃないから。だってそれが本当なら、あの夢が私の現実ってことでしょ。最悪じゃない、そんなの。ちょっとキリコちゃん、一人で考えたいからほっといて。まあそうだよな。いきなりこの世界が偽物だとか言われてさ、見たくもなかった現実を見せられちゃうな。よっぽど嫌な夢だったんだろうな。そんなことを言ったって仕方ないだろう。結局ここにいても現実は変わらない。遅かれ早かれ向き合う必要があるのだ。わかってるから、みんな分かっててこうなってんだから。もう言うなよそれ。そうね、今後伝え方は慎重にしないといけないかもね。よくわからないな。考えても変わらないことでいつまでも悩んでいる。まったく人間って不便だな。あ、ササラさん、今のキリコちゃん、いろんなものが見えちゃうんじゃないかな。危険だな。精神状態によってはデジヘッドやマリオヘッドまで見えてしまう可能性がある。反応したり騒いだりしたらキリコちゃんバグだと思われちゃうよね。追いかけてもう一度説得しましょう。もっと時間をかけて話せばきっと分かってくれるはず。あれ、コバトさん、またしょんぼりっすか。お、ノトギン、ちょっと聞いてくれよ。かわいそうな俺の話をよ。あ、いや、ちょっと急いでて。あ、そうだコバトさん、1年の宮迫キリコちゃん、この辺で見ませんでした。金髪でショートの。なんだ、お前知り合いかよ。チケット代お前に請求すっからな。なんかあったんすか。どうもこうもねえよ。泣きながら歩いてたからデートに誘ったらあっさり振られた。弱ってる時に声かけてくる男にろくな奴はいないとか言ってよ。偏見だよな。そりゃその通りなんだよな。しかもよ、俺が誘うのに見せた植物園のチケット勝手に持ってかれたんだよ。可愛けりゃ何でも許されると思ってんな。まあ許されるんだけどな。お詫びを口実にまた誘えるしな。タフっすね。植物園？じゃあキリコちゃんはそこに？あ、姉さんじゃん。何してんの？コバトちゃん、私も植物園のチケット欲しい。マジで？駅前で配ってたから腐るほどあるぜ。あいよ、その代わり一緒に。ありがとうコバトちゃん。
はいはい、今日はついてない日だからな、深追いしませんよっと。すんません先輩、ちょっと急ぐんでここら辺で。はいよ、キリコちゃんによろしくな。 I love his outfit though。 ササラさん、コバトさんと知り合いなんすね。うん、いい人だよね。違うクラスの私にも親切にしてくれるもの。めちゃくちゃ下心だろ。問題はあるけど、基本いい先輩なんだよ、マジで。植物園行くならここからメトロですぐだけど、キリコちゃんもういないな。思い立ったら即行動。あれこれ悩んでのらりくらりの誰かさんと違っていい心がけだ。ああ、喧嘩売ってんな。もう二人とも喧嘩しないの。あ、お菓子でも食べる？食べる。気が利くな、ササラは。見習えよ、ゲン。食べるか悪態つくかどっちかにしろよ。はい、部長ちゃんもどうぞ。何かお腹に入れておいた方がいいよ。We'll save first and then go to the botanical garden.見ろよあれ。おいおい、このスニーカー、現実だとプレチで20万くらいのやつ。は？定価じゃん。 Wanna try them on? いや、いいよ。試着ってなんか気遅れするし。じゃあ、ちょっとだけ付き合ってもらってもいい？助かる。ありがとうございました。ダメだ、よりどり緑すぎて選べなかった。スニーカーマニアからしたら宝の山すぎる。いや、買い物長いな。結局買わないし。悩んでる時間が楽しいんだろ。野暮なこと言うなって。しっかし、銀が選ぶのゴツゴツした靴ばっかだったな。ああいうのが流行りなのか。ハイテクスニーカーってやつだな。流行りもあるけど個人的に好きなんだよ。ごつくていかつい男らしいやつ。買えなかったけど思い切って試着してみてよかった。付き合ってくれてありがとな。あ、そうだ、腹減ったし牛丼食いに行こう。よし、今日はお礼に僕がおごるよ。
あら、どうしたの部長ちゃん。素敵な偶然ね。Are you waiting for someone? ううん、一人よ。あちこち歩くのが楽しくて。お散歩日和だから、適当に歩いてたらここに着いたんだよね。それに私、お店を眺めるのが大好きなの。キラキラしていて元気になるでしょ？ほら、見て。あちこちで写真を撮ってるの。These are some great pictures.とても好きなの。スマホの使い方は詳しくないんだけど、最近のスマホすごいよね。私みたいな素人でも綺麗に撮れるんだから。あ、そうだ、気に入ったならスマホに送ってあげる。あ、いけない、違うボタンを押しちゃった。この画面どうしたら。部長ちゃん教えて。元に戻った。それでこの写真を送りたいんだけど。ここを押して。できた、よかった。どうもありがとう。丁寧に教えてもらったからもう忘れない。いい写真が撮れたらまた送るね。部長ちゃん、これからご飯？よかったら一緒に食べない？ソソロ、お前ずいぶんたくさん食べるな。そうなの、自分でもびっくり。美味しくていくらでも入っちゃう。このビーフシチューなんて最高よ。お肉がトロトロ。あ、部長ちゃんも食べる？もしかしてお肉嫌いだった？ちゃんとお肉食べなきゃダメだよ。元気の源なんだから。部長ちゃんはいろいろ大変だから、たくさん食べて元気にならないと。元気があれば何でもできるからね。こっちの野菜も食べていいよ。あ、いけない、大変、お茶がなかったわ。入れてくるからちょっと待ってて。あいつはしゃいどるな。ご飯を一緒に食べるのってそんなに嬉しいものなのか。I have a complete soft spot for characters like her. Alright, I'm gonna save again.翔太ちゃん？あ、君たち、なぜこんなところに。授業はどうしたんですか？いや、それ先輩が言う。そっちこそ、どうしてこんなとこに。俺は、うちの生徒が授業をサボって飛び出していったから追いかけてきたんです。
いやいや、それ結果的に先輩も学校サボってない？あのストーカー。しまった。くそ。これも非行に走る生徒のせいだ。I guess he's righteous to a fault。面白いけど。面白いだろ。この人があの役回りで嫌われてないのはこういうとこのおかげだよ。それで翔太ちゃんが追いかけてきたのってやっぱりキリコちゃんのこと？もしやアミキたちも彼女を追って？ええ、そうなの。お話ししていたら突然飛び出していってしまって。意外ですね。貧困法制なアミキと不良生徒の宮迫くんが知り合いとは。不良生徒ね。あの子そんな悪い子には見えないのだけど。いやいや、あの金髪、高速無視、そしてあの風紀委員に対する態度、どこからどう見ても不良ですよ。ただ不良といっても我が校の生徒です。更生の余地はあるはず。諦めてはならないのです。君たちもそう思って彼女を追ってきたのでしょう。学校を抜け出すのは良くないことですが、その精神はとても高潔です。そういうことにしておこうかな。とりあえずここに来たのは間違いなさそうだ。先輩、キリコちゃんはどこに？それがチケットを買おうとしたら財布を忘れたことに気づいて、途中で学校を抜け出すなんて初めてだったもので、全て置いてきてしまって。先に行っちゃったってことね。じゃあさっさと追いかけよう、部長。今の声、急ごう。だ、待ってください。俺も行きます。入場料、どうしよう。今の時間は立ち入り禁止のはずだけれど、やっぱり人がいなさすぎると思った。あー、ごめんなさい、すぐ出てくんで。こちらこそ分かりにくくてごめんなさい。植物のお世話のために時間を区切って立ち入り禁止エリアを作っているの。ん？ん？出口まで案内するわね。ありがとうございます。お姉さん、ここの職員さん？ええ、管理人みたいなものかしら。へえ、若いのにすごいね。やっぱ植物が好きで？あまり人の多い場所での仕事したくなくてね。花や草木に囲まれている方が落ち着くでしょ。上からの指示で無料入場券なんて配っておいてなんだけど、本当はお客さんも少ない方が嬉しいわ。でもわかるな。私も嫌なことがあったんだけど、ここを歩いてたらちょっと落ち着いてきた気がするもん。それはよかった。ここを手入れしている甲斐があるわ。植物ね、育ててみようかな私も。草木はいいわよ、嘘をつかないでしょ。人間はすぐ嘘をつくからね。確かに。でもまあ必要な嘘もあると思うな。相手を傷つけないために、自分が傷つかないためにそうする必要もあると思う。草木はお世話をすればすくすく育つのよ。期待した通りの姿になってくれる。愛を注げば注ぐだけね。はあ、それ最高だね。人間とは大違いでしょ。でも期待通りに育たなかったからって失望したり悪態ついたりしたくないな。え？勝手に期待しといて、勝手に期待外れだって一方的に理想を押し付けて、そういうのムカつく。あ、ごめんなさい、なんか勝手にグチグチ言って。最近ちょっと夢見が悪くて八つ当たりしちゃった。
あ、じゃなくて、あの、すみません。やっぱり。今日変なこと言う奴らに会って、頭の中に嫌なことがいっぱい。Oh, no. 夢を見せたのはあなたたちじゃない。 Oh no. 夢を見せ続ける気がないなら、She's so pretty too. 最初から嘘なんてつかなきゃいいのよ。あの、お姉さん、ごめんね、なんか気に障った。私、あなたのこと知ってるわ。え、許せないわ。あ、oh. 嘘つきめ。な、何これ。 No. ちょっと待って、頭が。ここまで追い込んでもデジヘッドにならない。もしかしたらと思ったけど、あなたバグね。思い出してしまって苦しいのかしら。現実の記憶を、そしてあなたの罪を自分の手で罰してあげたかったの。それがバグ退治にもなるなんて、運命ってあるのね。無様ね。この音楽、ここに学士がいるのね。あっちだ、気配を感じる。急がないとまずいな。ちょっと待ってください。おい、ついてきているぞ。結局入場料踏み倒したのか、あいつ。翔太ちゃんも夢を見た人間なのよね。説明して一緒に行った方がいいんじゃない。 I don't remember him mentioning あの堅物に説明して納得させる時間ないっすよ。急がなきゃ。Okay, we're gonna save here.